柳田さん、今回はですね1億円ボックスお申し込みありがとうございます。はい、あのお申し込みアドレスがですね Yahoo のアドレスだったんですけど大丈夫ですかね。以前そのアンケートで答えていただいた時は Gmail の方で、まあ、あのペーパルの決済も Gmail だったんですよ。はい、一応そのお申し込みしていただいたアドレスにお送りしますんで届いてるかどうかはちょっと不安ではありますけれども、うん、まあ、今回ですね1億円ボックスに関しては、月収100万円の方ではその借金2000万から年収3000万になった人の和田さんの話だったりとか、40歳からネットビジネス始めて1億円まで売り上げ持ってって、まあ、今はねもう5億ぐらい稼いでるんですけど、まあ、その久保さんの話だったりとか、もう本当にインターネットを使ってどうやってビジネスをやっていくかの本質はもうめちゃめちゃ言ってますんで、うん、もうこれでもう十分かなっていう。であとはカメラ転売でだけでもカメラ転売だけでも、利益ベースですね、利益ですね、売上じゃなくて利益で、月100万以上上げてるお客さん僕知ってますし、まあ、このカメラ転売で脱サラした人20人ぐらい知ってるかな。はい、全く初心者の状態からカメラ一眼レフって何ですかっていう、まあみんなそうなんですけど、なんか一眼レフのなんか扱ってるプロの人が転売ってあんまやんないんで、そうだからほとんどカメラ転売やる人って全く初心者なんですよね。でそこからまあその今回のそのセミナーで一緒にやってるそのや、小坂くんもカメラ全く知識なかったですし、まあ、今回その再販した理由のそのお客さんですよね、お客さんも、8月の利益13万かな出して、うん、まあカメラ、全く初心者の状態から始めてですね今バンバン売ってますんで、うん、だまあ一点まずはカメラ一点集中して、まあ、利益ちゃんと出るようになってからじゃあそれをそのネットを使って集客して、まあ、あの小坂くんみたいにコンサル売るとか、コンサルもね非常にやりやすい、うん、僕カメラ転売のコンサルめっちゃやりやすいなと思うんですけど、教えることが少ないんで、うん、であとは やらせるだけなんですよね、やらせるだけというかやってもらうだけなんで、だからそのカメラ転売のコンサルも非常に僕はおすすめですね、やることがもう明確なんで、うん、だそうするとその売りあの1億円ボックス買っていただいた内容っていうのも全部活かせるんじゃないかなと思います。はい、ということで、ぜひですね実践して、まあ、いい結果出していただいてまた何か報告いただけると嬉しいです。はい、では今回はお申し込みありがとうございました。